文房具屋に損ねた女、幽林堂文房具バイヤー、原田ひろこさんです。大事件が入ってきました。スタヤでガラスペインフェアが開かれるらしいです。知ってます。知ってる。昨日行ってきたばっかり。行ってきたんですか。行ってきました。せっかくだからね、宣伝しておきましょう。代官山スタヤ書店で全国のガラス工芸作家が丹精込めて作り上げました心ときめくガラスペインフェアがね、開催されております。楽しかったです。大会もの際何買ったんですか、教えてください。ガラスペンは買わなかったです。何買ったんですか。内緒です。オンエア流さないんで。そうです、はい、ガラスのインクを入れる入れ物を一つと、ガラスペンを置くペンスレスと買いました。首です。こういう人がいっぱいいるから幽林堂って業績上がんないんだろうね。戦うときは戦わないと。ガラスペンの良さを世に伝えたパイオニア、我々じゃないですか。そうですね。そう、間違いないですね。間違いない。悔しくないですか。悔しくないって言って嘘になるかもしれないんですけど、ガラスペンって作ってくれる方がいないと私たちも売れないので、 YouTube をやってかどうか分かんないですけど、はい、ガラスペンがみんな欲しくなっちゃって、はい、作家さん一生懸命作るんですけど追いついてないんですよ。なんでそれ大変になってるか分かってます。岡崎さんには直接言わないかもしれないですけど、スタヤのガラスペンフェアがあるからですよ。第2回ガラスペンフェアがもう裏で走ってるんじゃないですか。いいですね。行きたいですね。いや行きたいですね。違うのよ。どうします、スタヤがガラスペン専売特許みたいなの取っちゃったりとかしたら、それのもう序章ですよ。岡崎さんがバイヤーとして、誰々さん素晴らしいガラスペンを作ってらっしゃるから、うちで、いやー岡崎さんタイミング悪いな、さっきスタヤさんと契約しちゃって、スタヤ以外に下ろさないっていうのに印鑑をしちゃったんだよね。次のとこ行っても、あ、幽林堂の方ですよね、スタヤさんから幽林堂の人と喋るなって言われてるんで。ピンチなんですよ、幽林堂にとっては。相手はジャイアンツなわけですよ。こっちはもちろんベイスターズじゃないですか。ドラフトっていう制度がなくなってね、高校生で野球がものすごく上手な子たちがジャイアンツからお声かかってるんで、ベイスターズ行かないです行かないです、なんで行かなきゃいけないんですかみたいな状況が起こってるんですよ。大変ですね。いやもうそしたら作るしかないかなって思って。文房具バイヤーからガラスペン職人になるってことですか。そうです。私がね作るのが一番早いと思う。それが多分ね一番遅いんですよ。20歳そこらの子がめちゃくちゃ頑張ってってなったら覚えも早いでしょうけど、岡崎さんってほんとまあまあ言ってらっしゃるじゃないですか。一人売れるガラスペン作れるようになるの天国行ってからじゃないですか。いやそんなことはないです。器用なんで自信はあります。嘘ですけど。いやーこれはちょっと大変なことになりましたね。ほんと教えてくださいね。バイヤーさんなんですから。 YouTube で喋るのは仕事じゃないですか。今回はこちらイラストのコーナー。 Twitter でブッコローのイラストを募集したところ、すごいたくさんの方が書いてくれたそうで、ご紹介させていただこうということでございます。これも知らない世界ですからね。見ていきましょう。早速刺繍ですよ。刺繍すごくないですか。ブッコローのブローチ、ブッコローチを刺しました。ブッコローチ、岡崎さんが好きそうなダジャレですね。この刺繍のポロシャツ絶対売れるでしょ。売れると思ってます。いや売れるでしょ。ブローチもいいんですよ。バイヤーとして仕入れましょうよ。値段は僕が決めますね。僕が刺されてる。79,800円。高い。このハンコもすごいな。すごいっすね。ブッコローの消しゴムハンコ第3弾。目を手書きにして表情を小さめにしたら彫るの難しかった。すごくないですか。本家よりも先にキーホルダーが出ちゃうって。これも刺繍だよ。すごいよ。ブッコロー好きすぎてデータ作って刺繍してみた。トートバッグにしようかな。トートバッグに。こんなの普通にできるの。ミシンでデータ入れると勝手に作ってくれるんですよ。マジで。じゃあこの人がすごいわけじゃなくてブラザーとかがすごいんだ。でもよかった、ツイッターで見といて。街中に見たら声かけちゃう。それ売ってるもんって。知らないんだけど、このクオリティだとスタンプの時みたいに勝手に作られちゃったかと思っちゃうもん。あすごい、これいいですね。味わいがあってね。幽林堂しか知らない世界に出てるブッコロのファンアートを透明水彩で描きました。これ言ったらせっかく描いていただいたのに嫌な気分になるでしょうけど、なんか老人ホームにある絵みたいな。ほわんとした、ほわんとした。使わないでください。そのアートのこれ何よ。ブッコローのイラストを描きました。夫婦でハマってます。これ何で描いてるの。もさもさしてますよね。描いたじゃなくてフェルトで作ったのを写真撮ったのかと思いました。ほんとガラスペン持ってますよ。ほんとだ、すごい上手ですね。 MC のブッコローがツボすぎるんで岡崎さんとの会が好きと。ちょっと怒り気味なブッコローです。すごい似てるな。やっぱり私いつも横顔しかあんまり見てないんで。ガラスペン描いてあるじゃないですか。ほんとだ。幽林堂のチャンネルで教えていただいた試し書きしている紙、国製紙、パレットペーパーを購入したので試し書き。幽林堂近くになくて全て違うところで購入してます。すみません。また良さそうなガラスペンだな。このガラスペン松ぼっくりじゃないですか。そうですね。でも違うところで買ったって書いてある。
だからそういうことなんですって。そういうことが増えてくるんですよ今後。危機感を持って仕事しましょうね。はい、それなんですか。これすごいですよ。ネイルじゃないですか。すごい。友達に勧めたらネイルチップになったブッコロってネイリストの友達に勧めたのかな。めっちゃ面白いチャンネルあるよ。見た見た、今度お店寄ってよ。寄ったら、はぁ、爪できてるし。すごい。すげえ欲しい。どこにあるんですか。まあ、くちばしの先とかで雑魚家さんいるじゃないですか。私が YouTube で万年筆とか文房具の動画見てたら出会いました。岡崎さんじゃないですか。そうですね、ありがとうございます。これすごいいいですね。ユーリードしか知らない世界最高。岡崎さんだったら分かるんじゃないですか。インク何使ってるか。チャイって書いてある。チャイだ。チャイ知ってます。え、チャイ、ほら、あのチャイですよ。いやいや、スタバとかでは何回か飲んだことありますよ。これもいいですね。ポスターみたいですね。リュウリンド YouTube チャンネルのキャラクター RB ブッコルのファンはインクとガラスペンを週にぶん投げてるブッコルです。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は時間の都合上ね、全部紹介することできなかったんですけれども、引き続きお待ちしております。ぬいぐるみが、ぬいぐるみができた。へえー、すごい。ついについに見て見て。あ、うちの子じゃない。あ、違う違う違う。すごい可愛いですよ。これが何月ぐらいなんですか。年内、年内予定でグッズ化されると。似てるし可愛いし、売れるでしょうこれ、きっと。今のところ税込みで59,800円なんですけど。岡崎さん何買うんですか。3つ。なんで3つなんですか。自分と主人と実家の母に。実家の母孫にあげてくださいよ。なんで家計を遡っちゃうんですか。下の代に伝えてってくださいよ、ブッコロは。いや、怒られちゃいますね、こんなもの与えたら娘に。娘、岡崎さんが YouTube やってるの大反対してるんですもんね。はい。お母さんやめてよって言われてるんですよね。いや、そういう風な言い方じゃないけど。どんな感じなんですっけ。あ、もう無視ですね。